公明党のね、その山口那津男代表は、いつまでも自民党と連立組むつもりはないって言ったので、で、まあ、連立与党だったからさ、まあ、手加減してたんですけど、うちね、公明党しか創価学会に対してはね。でしょ？それはうち自民党の、ね、親父さんたち大好きやから、親父さんたちが連立相手に選んだ公明党の、まあ、それとその支持母体である創価学会に行ってどころか、相当の配慮しとったやろ？みんな怒ってたんちゃう？連立与党やからって。なんであんなに創価に甘いん？ってみんなうちのこと怒ってたと思うけど、まあ、山口那津代表があんなように言ってくれたから、やっとこれからその創価対策を始めれると思う。そうそう。今まではって。なんかやっとったうち創価対策。ほとんどやってないに等しいやろ。だめっちゃ簡単だじゃん。作戦行動、創価たちは。まあ、真言宗と創価学会の腐れ縁切ったから。なんで真言宗が創価学会なんかに協力したの？宗派ちゃうやんって。な、みんな不思議があるやろ。それもうちの母のせいやね。うちの母がな、真言宗やってんけど、まあ真言宗の結構権力者に巻き込まれやすいね、能力あるから。まあ、曼荼羅とか大日寺とかな、そういうのは結局他の宗派を管理できるね、密教って。あ、言っちゃったんだけどな。だから特別な能力持ってない、真言宗は。だから権力者に巻き込まれやすかった。で、お付き合いしてる間に貧しくなんねん。そらそうやねん。そんなもんやねん。で、ところが創価は金集め集団やから。権力者やねん。はっきり言って創価学会って。で、創価学会って権力者に巻き込まれとってん、ずっと。真言宗がね。で、うちがもうやめろ言って。な。うちの母の、どういう気持ちが原因でそんな風になってしまったかっていうのをね。まあ、平家は、普通真言宗やから。まあ、うちの母の格使って真言宗にうちなんか物申してるやんか。もちろん、大日ってうちのことやで。な。こう、私は、まあ、なんかの具合で、うちに対して、ちょうどピタッと来たってことは、その時のセルモやねん。な。時代によってセルモがむき出しになる時あるってば。ね。あの時代は、弘法大師がセルモやって。な。ただ、微妙な違いはね、その、なんちゅうの、マイナーチェンジというか、どういうの？その時代、その時代、セルモはいろんな人、あんまり変わらんで。やっぱりセルモはセルモやと思うで。何民族に現れるかも、あんまり、そんなにセルモは、その、こだわってないし。まあ、近いと、その民族に生まれたらその民族貫いてんだけどな、うち。いつもそうやろ？だから、その、貧乏な用心棒タイプになっとってん、真言宗は。ところが、真言宗は、もう創価に協力したらならないとし、平家のな、安徳天皇の格使って言うたから。もうできへんやん、真言宗は。創価に協力できへんやん。じゃあ、創価学会、急になんか、魔力失ったやろ？突然。突如失ったやろ？あとはって、他のカルトと同じ程度のことしかできへんかった、急に。これは創価のおばちゃんたちが喜んでんねんで。なんだ、しんどかった言うたんねん。そらそうや。女にとってそんな、な、嫌なこってん、そんなこと、あんなことしてんのな。傷ついとってん、創価のおばちゃんが。あんなことさせられて、宗教男子たちに。な。それを救って、そう言うてたやろ。ずっとそう言うたやろ。やり遂げて。な。で、これから創価対策や。これから創価対策？創価のおばちゃんだ、創価ちゃう言うてんねん。わかりやすい論理やろ？な？あれは単なるおばちゃんや。な？何教によが、何宗によが、おばちゃん、おばちゃんや。な？それ宗教男子が巻き込んでるだけや。草食動物の警戒音出しながら。窓開いてるからやら聞こえちゃったな、はっきり。気持ち悪いおたらあれ。稲荷音とも言うけどな。まあ、そんなわけで。山口代表分かってんねんで。な。すっからないと自民党の考え方に染まってるのは、結局、まあ、ガス抜きですからって。山口代表、もうそんなガス抜きですよって。宗教団体は、もちろん、動物付きを
強制するための学校みたいなもんでして、動物好きを落として人間の思考から戻すための装置ですよって。宗教団体、すべての宗教団体は。そうよ。その通りやで。なんか宗教多いっていうような言葉使うねん。ね。まだ一人前じゃないです。まだ社会人じゃないですよって意味やんか。宗教っていうのはね。まだ学生程度ですって意味やねん。ほんまやで。ね。信仰もそう。ね。信心じゃない状態っていうのはね、他力本願ですよってことやんか。ね。信心っていう言葉は禅宗を言わんかっただけで。ね。後に廉価版の、禅宗の廉価版の、浄土真宗は言うて。な、親鸞いう人は、禅宗出身の武士やから。ところが、自分の手下の、元山賊の法然を、いろいろ人間構成させた間に法然が、まあ、浄土教徒初めて。で、なんか、まるでキリスト教みたいな、拝み宗教初めやった。ね、そらちゃうやろ、みたいな。で、しゃあないから責任取って親鸞が浄土真宗初めて。浄土真宗は禅宗の、庶民版やん。庶民向けの禅宗やん、実は。なんでかって禅宗って武士向けやったから。禅宗内で階級差があってん、やっぱり。言いたくないけど。ね。庶民は、だから浄土真宗で禅宗を学べてん、実は。禅宗入ったら、やっぱり武士がいばるから。人にその理由。ね。まあ、それはそれとして、山口大王かと分かってるから。ガス抜きですよ、こんなものって。な。その、どの集団にも、その集団として、ちゃんとその、天才っていうか、その、ちゃんと行動、集団行動するためには、ほんまにちゃんと分かってる人がいないと絶対できへんからな。当たり前やけど。道理分かってる人おらんと。常識の人おらんと。いくらそう考えるけども、常識の人おらんと、あんだけど展開無理やってば。な。だから山口大臣分かってんのよ。分かってんやつってむしろ、石とかあんのよ。あれ狂信者やで。な。あれの始末に困っとんてみんな実は。実はな。本当の構図。な。で、その始末に追う奴はどんどん、やっつけられてるん、創刊の中で。創刊のおばちゃん部が、な。今まで始末に追えんかったダメンズをどんどんな、さばいてるやん。しばきませんけど。な。目覚めたんちゃうと分かっとって。諦めたって。囚われの美女たちやって。創刊のおばちゃんたちって。ただ年老いてしまったけどな。若い頃は囚われの美女だって。そうか、おばちゃんは全員。